チークしてる。してる。あ、陽キャだから。陽キャだから。陽キャだから。あのチークなのか寒すぎて赤くなってなかったっすよ。本当に寒い。うまカッペ。うまカッペピッチャーや。これ日本のやつ。美味しい。すみません。若い。ヤバタヤバタ。ヤバタヤバタ。あ、私どっかでお金落とした方がいいかな。いいですよ。あ、本当。じゃあ食べていいと思うよ。ペイペイしか今これ麦映ってると思ってさ、ペイペイしか持ってないアイドルって言おうとしたらそう私が映ってる。内側なんや。内側やった。あ、磯の香りが最高だな。これ最高。あれ最高です。どう考えても。それ完全にそれ。え、これ食券買わなくていいか。あの今やってるからレジで行けるよ。あ、名刺あるわ。
車でこんだけ移動するのは久々でさ、うん、ロケで最近ずっと海外だもんね、うん、ずっと海外また台湾行ってるみたいな、ほんと分かんない。最近韓国だったら、韓国は中国、上海どこその辺だったら船で行けるっていうことを知ったので出た船何でか九州から韓国まで船でよく行くらしくて、めちゃくちゃ安いらしくて、いやマジ軽率に韓国行ってらしい、うん、そういう話結構、うん、韓国ぐらいだったら行けるのかなみたいな、あ、ね、ただ韓国だったら九州までは行かない、まあ、うん、九州まで行くのはあれでしょ、新幹線で九州までも飛べないのか、うん、出なくはないな、うん、あと一回飛行機嫌いの人が海外旅行に行こう行こうって言って、めちゃくちゃ時間かかるけどヨーロッパに行く方法を知ってしまう。え、どうやって行くの？ロシアまでフェリーで行って、ロシアからシベリア鉄道。あやばいな、それ世界の車掌、車掌、世界の車掌代表社長、車掌、どっち？社長、社長からみたいな気持ちになって旅行をすれば人生に1回くらいはヨーロッパ行けんじゃないかな世界の社長でも車掌でも結構多分意味合い的にはあって一応大きいですね この会話何違うよ、今レディースパイヤーとかであれ通るのか全部一つ分かるとか伊達さんの顔はどんな気持ちの顔ですか眠いなうちめっちゃ頑張って会うんだよ可愛いかよおめえ可愛いかよ歯医者さん病院とか行って大丈夫ですか？歯医者さんにもすごい頑張ってあげてもうちょっとあげてもうちょっといけないいけねえよラストチャーシューもらっていい？いいよチャーシューで執念がすごいめっちゃチャーシュー食べたかったね。最後の一枚飲んだらラストチャーシューって言うんだみたいな初めて聞いたもん。遠慮の塊って言う言う言う言います言います言う、ね、チャーシュー1枚とか残ってるから最近遠慮の塊って何の意味もないなって気づいた。冷めていくだけだと思う。そうなんだよ、下げられるんですか最後から、うんうんうん、めっちゃまだありますって、うん、なんちゃう。でも誰も手つけないからもったいなくねって気持ちになっちゃって、関西人率先してこうから、そのための遠慮の塊だから、ね、なるほどね、関西人だったわ。そう、関西人は遠慮の塊っていうのが食うから食べる遠慮の塊やでって言いながら自分で倒して一つ挟みたい、うん、塊。麦がさ、写真をさ、LINE にあげてくれたんだけど、1枚目がさ、その窓が1枚目だよ、この旅の思い出の1枚目がクッキーさんの横だけ曇ってる写真みたいな。あとスタンプエリアとかさっきの納豆が食べれないんですか？食べれないし、匂いもダメだし、今日納豆巻き食わなくてよかった。納豆巻きかどうかまず確認したらいいオッケーそう、でも車の中でしない納豆はやめようって言ってそれやった女いたな。私運転してて横でごめん開けてって頼んだんだよ納豆巻きを開けてって頼んじゃった。地獄じゃん。すぐ窓開けたよ納豆巻きを車で食べるに関しては伊達さん以外に被害ですか？その時の印象がようやく強烈に残って、那須さんはだと、納豆納豆さんは納豆さん、納豆さんは納豆さんが食べてあ、席替えしよう。運転席は三郷指定になります。他は好きに大丈夫。さあ、どうする？
あ、まいな、こっきさ、うまいそうって言ったら。たまには何すればいいんだろう。まず、このガラスを曇らせるそうですね、そうですね、あそこが曇ったら、うん、完全に私だ、そういうこと、なるほど、うん、こうやってさ、切り分けをしていくわけ、なるほど、なるほど、実験じゃん、そうそれで私が座っていくことで、あ、ここの窓ガラスはそういう性質なんで、うん、これ入れ替えた瞬間にクッキーさんのことで言ったら、やっぱクッキーさんだね、うん、これ切り分けの感じ、なるほど、なるほど、よし、よかった。確かに助手席にクッキー立ちたってこと一回もないね。ないよ、うん、いつも後ろだよ。ない。ではスタバ行かなきゃ。そうね、スタバ行ってデザート買わなきゃいけない。元気だわ、いるけど。はい、ごちそうさまでした。私夢を見ているのかな。え、待って、ストレッチするからちょっと待って。釣りそう、そのうち。それではトンネルまで5秒前、4、めっちゃ短いです。195メートルだよ。1、いける、0。あいつよ、急に踏んだんだって。見てたじゃん。